you
します。変なストーリーあげちゃったどうしてこうなったこれ。じゃん、みんながね、インスタでこの前教えてくれたおすすめのジュースをね、頑張ってコンビニとか駅のね、自販機とかね、めっちゃ探しまくって回収できるだけ回収してきました。教えてくれた方ありがとうございます。なんかそもそもなんでおすすめのジュースを教えてくださいって言ったかっていうと、私ジュースが本当に大好きなんですよ。なんかお菓子とかあんまり食べないんだけど、お菓子を食べる代わりにこういうジュースとかをいっぱい飲んじゃうんですよね。なんか手に入れられないものとかもあったから買えなかったんだけど、買える範囲で買ってきたんで、ちょっと今から飲めます。オレンジはもう絶対23年間生きてきて何回も飲んでるからさ、絶対もう分かってるんだけどオレンジジュースにハマってますっていう人がいたんでね、私も飲みますね。セブンのオレンジジュースです。私いつもバイキングとかビュッフェとかモーニングとかで絶対オレンジジュース飲んじゃう。春のフルーツこれ一本っていうフルーツミックスジュース系なのかな。これ系めっちゃ美味しいよね。うまっ。うまい。桃味だ。桃なんかめっちゃ春って感じ。飲むとこれ飲んでたら私も女子力上がりそう。でね、次これちょっと気になってて、なんか送ってくれた人はこれのマンゴーじゃなくてこれのイチゴが美味しいですって送ってくれたんだけど、近所のコンビニではこのマンゴーかマスカットの2種類しかなくって、イチゴが飲みたかったんだけど、マンゴー買ってきました。うまい。めっちゃ美味しいこれ。正直あんまり飲むヨーグルト系ってあんまり好きじゃないんだけど、これすっごい飲みやすい。ちょっとこれ私めっちゃハマりそう。マンゴーも美味しい。いちごもし見つけたらいちご今度飲んでみますね。これ私気づいたらもしかしたら箱買いしてるかもしれない。最後、アキュアって読むのかな。アキュアっていう自販機で買えるリンゴジュースらしいんですけど、これなんか一時期ツイッターとかで話題になってた気がする。
あ、美味しい。これは絶対キンキンに冷やして飲んだらめっちゃ美味しいやつだ。キンキンに冷やしたこのジュースを風邪の日とか具合悪い日とかお風呂上がりに飲んだら絶対もう20倍ぐらい美味しく感じれそう。すっきりあっさりしてて、だけどリンゴの味めっちゃするから超美味しい。